本日が2020年の5月24日ですね。iHerbの方でローラミルシエの 50% オフセールをやってたんですね。それでね、私は血迷って5月の19日火曜日に注文したんですね。この 50% の2つの商品が送料無料で5日で届きましたので、こちらの方をねちょっとご紹介したいと思います。はい、でこちらが、フェイスイルミネーターのカラーがアディクションですね。日本円で税込み5720円、なかなかのゴールドですけど、こちらが3168円になってました。なんかね、しっとり滑らかなパウダーですね。それとついでにパウダーブラシですね。こちら日本円では6050円税込みで販売されてるんですけれども、iHerbの 50% オフで3746円。今回買ったのはこの2つなんですけれども、合計が6913円ですね。このたった2つを5日間で送料無料で送ってくれるってすごいですよね。それと本日もちょっとチェックしてみたんですけれども、まだ 50% オフで、まあ品の方がね、だんだん在庫の方少なくなってきてるんですけれども、リアルにこれ欲しかったみたいなのはないんですけれども、ちょっと正規値段ではちょっと戸惑ってたものがあったりとかすると、ちょっとお買い得な感じがします。こちらもね、ツイッターの方でね、見かけて覗いてみたんですけれども、やっぱりね、見るとね、ちょっと欲しくなりますよね。はい、それと私がちょっと前に購入した iHerbでの商品の方をご紹介したいと思います。こちらがね、購入当時にインスタにアップした画像になりますけれども、ジェフリー・ジェームスのシーセラムですね。でこちらね、ビタミン C にヒアルロン酸やその他いろいろ結構いろいろ入ってるんですけれども、さらりと使えるというか、なんか邪魔にならない、シーセラムですね。あまりこうひりつきみたいなのも感じない方ですし、なんかさらりと使えるビタミン C という感じでした。あとは飲むビタミン C と言われるリプライセルですね。こちらもまあ飲まないよりいいと思うんですけれども、結構ね、美容家の方っていうか、結構芸能人の方もね、飲んである方多いですよね。これを飲んですごい劇的に何かが変わったっていうことはないんですけれども、気持ちなんか気ぐすみが薄くなったかなっていう感じはしました。でもどうしてもこれを飲まないといけないという感じではなかったので、まあたまに飲むっていう感じですね。あと BCAA は山登りに行ったりとかするときに飲んだり、まあ筋トレしませんけれども、あまりそういう時に飲んだりとかですね。味はマンゴー味だったんですけれども、結構甘いです。でこの薬用リップみたいなのがあったんですけれども、これは私全然合わなくて唇が荒れました。多分使ってあるね、何か成分が私には合わなかったんだと思います。はい、こちらが EO のボディーローション、ローズ&カモミール。人気があって在庫切れの時が多いんですけれども、植物由来成分を使用しているローションというか、もう乳液、いやクリームと乳液の間くらいですね。私の肌に保湿力っていうのはまあ普通かなと思うんですけれども、人気の理由がこのやっぱり香りだと思うんですけれども、このローズ&カモミールはローズすぎずハーブっぽすぎず、中間ですごいちょうどいいんですよね。心地のいいアロマ効果がすごいあると思います。これがね、一番人気だったので他の商品をちょっと使ったことないんですけれども、そうです、もうとにかくローズすぎずハーブすぎずです。もうすごくおすすめです。はい、次は BWC のフェイシャルクレンザーなんですけれども、こちらね、本当フェイシャル用なんですけれども、私は腕の後ろとか背中の背中全体、首周りのザラザラ感を取るのにこちらを使っています。でなぜかというと 3% の AHA が入ってまして、 AHA が軽い角質除去をしてくれて、皮脂や汚れを落として引き締まった明るい肌へと導いてくれるそうなんですね。香りはね、もうほぼなんか石鹸の軽いようなほぼないような匂いなんですけれども、材料にもこだわってあって 100% 自然の植物成分で作られているので、もちろんお顔にも使えます。価格がだいたい2700円前後ですね。腕のあたりだったりとか背中の中心で首の後ろなんかもね、これしっかりと
皮脂の除去もできて角質除去もできます。結構ね、部分的に角質除去ケアとして少量で使えば結構長く持ちます。はい、で次がこのアプリコットオイルですね。でこちらが 100% ピュアな保湿オイルですね。500ml 入ってなくって、だいたい価格が900円前後ですね。これはね、何に使うのかというと、加齢によるちっちゃいつぶつぶの、あのちっちゃいイボがいっぱいできるんですけれども、これのケアに使います。イボにもね、こういろいろ種類があるので一概には言えないんですけれども、私の場合はあのターンオーバーがうまくいかなくて硬くなったあのイボっていうのが結構定期的に出るんですね。それも首周りやフェイスラインや背中の方にできるんですね。それが気になり始めたら、だいたいあのお風呂ね、あの湯船に入る前にこれを気になるところに塗布するんですね。マッサージするとこう刺激があるとね、イボってダメなので軽く塗布するんですね。ね、そんなベタベタじゃなくっても軽く塗布をします。そしてそのままあの湯船に浸かるんですね。そうするとこのね、あのアプリコットってあのイボに、ね、すごい効果があるっていう昔から言われてるんですけれども、これがあの肌をすごくね滑らかにしてくれるんですよ。劇的に1日2日で効果はすごい感じられないんですけれども、2週間くらいすると、私の場合ですね、なんかねやっぱりね肌が滑らかになってくるんですよ。柔らかくなります。で、代謝があの正常にいって、あの角質で硬くなっていた肌が、あのすごくね柔らかく感じます。日本で発売されているね、この、ね、アプリコットが入っているあのクリームなんかもね、結構3000円くらいするので、これをね、あの結構髪の毛に使えたりとかするのでね、これは結構安くっていろんなところに使えます。老人性のイボにフォーカスをしてこれを言うんであれば、このアプリコットオイルをつけて湯船に入って、この BWC で洗って上がったら、この EO のボディローションをつけるというのが、まあ一つのコースですね、ケアのコースの一つになっています。はい、今回はアイハーブのローラメルシエの 50% オフのお知らせと、アイハーブで購入した商品の紹介をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。